はいどうも、橋です。早速出撃するんですけれども、カンコレ実況プレイパート7かな、始めていきたいと思います。いやー、引き続き E の4攻略中ですね。あと1回か2回かな、最終形態になったか、あと1回か、みたいな感じだと思うんですけれども、まあ、あと一歩ということでね、まあ、収録始めております。いやー、削り落とせない。ボスマスまではね、普通にたどり着くんですよ。途中で大破撤退、道中で大破して撤退みたいなことも今までなくてですね、あれから、ストレートにボスマスまで行って、普通にぶん殴って勝ってはいるんですけれども、削り落とせない、空母聖騎ちゃんを。一回だけね、北上さんが S 勝利、カットイン発動して、S 勝利もぎ取ってくれたはくれたんですけれども、やっぱ多分、北上さん頼りみたいな感じ、神様、仏様、北上様みたいな感じになりそうですね。多分、北上さんのカットイン発動しないと削りきれないと思います、本当。それか、決戦支援艦隊がよほど働いてくれるか、みたいな感じだと思うんですけれども、編成等々は前回から全く変わっていません。決戦支援艦隊の方が長戸陸奥のキラが外れたんで、ヤマトに頑張ってもらってるという、よしよしよしぐらいですね。ヤマトじゃない、武蔵に頑張ってもらってると、まあ、無駄に贅沢な仕様になっております。はい、キラ付けするのめんどくさい艦隊をね、一時のバラして、1の1とかでキラ付けするじゃないですか。一回艦隊をバラすのがめんどくさいんですよね。またなんかこうトレイみたいな感じでさ、こう呼び出し機能みたいな、パーティー呼び出し機能みたいなついてくれたらすっげえ嬉しいんですけどね。お力るみたいなので保存しとくわけですよ、艦隊のやつを。で、こう、読み込んで、そのお力るってボタンを押したら、だからその、潜水艦3体バッて入るみたいなさ、1の5みたいな感じの部分をこう、ぴゃってこう、保存しといてさ、登録して、またボタンを押したら、その、航空戦艦と軽空母と、軽巡人2人みたいな感じでバッと出てくるみたいな、そういうのあるとすごい楽なんですけどね。まあいいや、そんなことは。完全勝利だったじゃん、さっき。全く言及しなかったけど。もうだからね、もうここまで来たらもう、あれなんですよ。もうね、そろそろ多分北上さんとしてもね、最近ちょっとレベル99になってから全然使ってなくて、基礎とか、大位置とかばっかり使ってて、体なまってたんですけど、もうそろそろね、北上さんももう活動しか、もう覚醒してる、昔の勘取り戻してるから、多分ね、ここからもう、なんだ、流れるようにボスまで行きますよ。T 字フリーだったな、今。T 字フリー、でも、道中の T 字フリーってむしろ、よし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 、ほら、道中の T 字フリーってむしろ、いいんじゃないかみたいな感じありますよね。お互いの攻撃力と、命中率下がりますもんね。ボスマスで T 字フリー引いたらたまったもんじゃないですか。道中だったら結構逆に嬉しいみたいなとこありますけどね。よしと、まあ、頑張っていただきましょう。もう、でも全然もう余裕ですよ。もうこの辺は。ほら見て、ほら、さっきから北上さんに攻撃集中しすぎじゃないか。もう華麗にかわしてるもんだって。もうだからね、もうアウトオブ眼中なんですよ、もう道中の敵なんて。俺ら的にはもうもはやもう空母水機しか見えませんから、僕らには。もうだからここから来るじゃないですか、この後普通に。ここは次しませんけど、もう次3戦目あるじゃないですか。もう全然、もうね、フラオキューちゃんとかがさ、ここは通さないよみたいな感じで、バッとこう立ちはだかってくるわけですよ。我らが、ジャッジメントクロスにさ、我ら艦隊ジャッジメントクロスに、立ちはだかってくるわけで、ここは通しませんよってバッて。だけど僕らはもう、わぁ、もう全然もう大丈夫なんで、ちょっともう仕方決め、もうスルーしますから、もう意に返さない。もうまかり通っていきますから。ここでこう敵艦隊発見しましたみたいな感じになるじゃないですか。もう戦闘開始って言ってるけど、もう僕らはもう戦闘する気なんかさらさらないですからね。ここから攻撃で来るぞーっつって、お前らやっつけに来るぞーっつって、バーってほら、軽空母だった。フラオキューちゃんじゃなかったけど、ここで来るぞーっつって、僕らは全然そんなんじゃないんで、全然僕ら空母関さんに許可は取ってるんで、ここ通していただければ全然構わないと思うんで、はい、ここはもう通していただければ、みたいな感じで。後で空母関さんで確認取ってくださいって言って、今もう、大丈夫と思います。なんだったら後で携帯の方に連絡していただければ大丈夫と思いますんで、つって、もうあたかもなんか関係者かのように装って、まかり取っていくと、そういう風な姑息な手段を使っていくわけですね。だから、なんか輸送、なんか運送業者みたいな感じで語っていくわけですよ。なんか大和運輸、ヤマト運輸ってのは別に実在する会社ではないですから、カンコレだからね、戦艦ヤマトの名前を取ったっていうだけですよ。別に某企業とは一切関係ありません。ヤマト運輸なんですけど、つって、
あのスイカ なんだっけあの離島スイカさんにあの BL もののなんか同人誌をあの配達しに来ましたみたいな感じで離島スイカさんネタにしすぎた。離島スイカさんはうわーちょっと待ってくれよ、やっぱり中波すんだよ、ここに来て息切れだよいやまあ中波だからまあなんとかなるでしょう、要はカットイン出してくれるかどうかですから。というわけで離島スイカさんで、離島スイカさんはね浮上疾患ありますよね多分。あれ離島スイカさん多分今頃トーラブやってますよ多分今回のイベント顔出しゃしねえと思ってた多分ね、ディスプレイにかじりついてトーラブやってますねあの子は。よし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 、オッケー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 、よしね、あれですねトーラブっていうかなんかあれじゃないですか、ちょっと言い方は悪いですけど念の日あのカンコレのその後釜を狙うみたいな感じのブラウザゲームいっぱい最近出てますけど、最近本当にもうなんかカンコレとトーラブぐらいしか聞かないな。たまに白プロの話聞くかなぐらい、なんだっけ俺タワーみたいなのあったじゃないですか、俺や全然やってないですけど、あれの話とかも全然聞かなくなったもんな。あれどうなんだ今、全然わかんない。やよし、やっぱ何事もやっぱあれですよね、こう最初に先駆者ってのはやっぱ強いですよね。よし、さてどうだ携帯、これはどうだ戦艦がいたら最終形態になってるはず。あ、いますねいますねいますね、あこれラストダンスだ、最終形態になってる。これはちょっと高見さんに頑張ってもらうしかないぞこれ、頑張ってくれ。よし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 、ういうわーちゅーかー、やばまあまあまあ夕立ちゃんじゃなかっただけまあよしとしましょうか。よし戦艦隊、ここ頼むぞ、下2体ぐらい持ってってくれ頼む。おはしょっぱいなこれ、まあ一応戦艦中杯にしたってからいいっちゃいいけど、まあどこぜどこぜ、よしよし TG 振り引かなかったら、まずは OK、 まずは OK、 悪くない人権は悪くないよ。よし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  OKOK、 OK、さあうーういあーあーこれは厳しいな、いやーこれは厳しい、いやーどうだろうな、まあいいや、まあ、頑張ってもらおう。さっきの話のやつ、もう多分なんかちょっと望み薄な感じがすぎたけど、さっきの話しますけど、やっぱ先駆者ってのは大きいですよね。だって未だにやっぱカンコレって、それ系のブラズゲームでやっぱ多分トップでしょ。ねえ、やっぱ、わあ、ほらもうチューハイになるし。やっぱね、何事も、今ほら、アニメの主人公やってるさ、ふぶきちゃんだってさ、特型駆逐艦つって、まあ当時としてはすごい画期的な駆逐艦だったんですよ。やっぱ何事もなんかその、先駆者的なものは強いよね。まあ、徳方駆逐艦吹雪もまさかあれだよね、数十年後にアニメで主人公張ってるとは思ってなかっただろうな。いやーて、まあ、あーでも結構ラスト1体までは削ってるのか。これ北上さんのカットイン発動すればワンチャンがあるんじゃねえか。うわ、ほら、意外と、あ、どうだ、あ、じゃあ、北上さん狙ってくれな、よし、ここで、それなりに削っていって、これカットイン、あ、来たこれ来たぞ、これいけ、行こう、そう、プーそうね、なんとでも。よっしゃー、じゃー、コングラチュレーション、オッケー、ナイス、北上ちゃん、うおー、うわ、今絶対落とせねえと思ってた。昼戦の段階で。やったー、神様、仏様、北神様だよ、やったー、ナイス。わー、やったー。よった活躍できて。いや、ほんと活躍して、今までのなんか、怠惰な感じ、今まで全て払拭した。いや、最高。おー、来たおー、いや、今回頑張ったからね。いや、フソさん、あんまり話に上がんなかったけど、ほんと頑張ってくれた。マジで、盾役者だと言っても過言ではない。フソ姉妹ほんと頑張った。あ、ボーナスゲットする。あ、これは、まずはあれか。あ、ネジだよね、ネジ。はい。E の4の報酬は、あれですよね。あ、来た練習巡洋艦。カトリです。よしなり。心配しないで。いろいろと優しく指導させていただきますから。これ、やべえぞこれ。おっぱいでけえ。うわぁ。めっちゃケツ叩かれて、その強弁でケツをぶったたいて、しこたまぶったたいてほしい。うわぁ、超いいな。あ、超いいな。練習重要感がどういう性質なのか、ちょっといまいちまだ把握しきれてないけど、経験値が上がるとかなんかそんな感じだったけれども。はい、というわけでね、はい、E の5来ましたね。
さあここからが本当の地獄だっつって、まあ、いいんだよいいんだいいのごはまああとにしようあとにしようまずはこれかあの香取さんをさ練習14課香取さんをさ眺めようよ舐め回すように見ていこうよどこだあれどこだあれどこだ幻だったのか夢うつつだったのか あったあった今いたカトリ型練習重要艦一番艦のカトリですへえはい一番艦って他にもあんのか練習重要艦ってお任せくださいおうおうお邪魔します必ずや艦隊の連動向上にお力添えできると思います経験値が上がるらしいですねえ戦艦との砲撃戦ですかだそれは傭兵的にどうなのでしょうかいじらしいないやいいじゃないちょっと私のさ下半身の戦艦と砲撃戦していただきたいですよこれはちょっとこれふうふうひゅひゅひゅということでここまでご視聴いただきありがとうございましたやっと E の4突破ですね、次回ついに最終マップ E の5頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょう